からボートスロープになってますよ。朝方のボートスロープの横のちょっとした斜面のところで30センチぐらいのやつは見たんですけどね、まあ思ったより生命反応がないというかパッとしませんね。こんな感じ、今移動してますよ。厳しい君がのだわ。遠いね。200メートルぐらい先で東くんやってますけどね。よいしょ。手が震う、手が震う。もうちょっとズームかけたのか。うわ、これが最大、最大。ただ折れるようになってるっていうだけなんや。そういうことでしょ。回るよね。だから巻いとるときに、はい、このウィューってゆっくりメリーゴーランドみたいに回らん。でもこのワームのあれでずっとこの状態で。おお。だもんね、回らんように下の2本は上との重いジグヘッドをつけるんだよね。そういうことです。うん。そこ首が折れとる。それで回、あの糸ライン回、回らん。ライン絡まん。そうやろ。ちょっと当たって止まる。だから、あと、投げるときにくるくる回らん。ああ、それは回りますね。ちょっと俺これ重すぎた。だって俺これみんな上手と、あのこれみんなこれこんなんやもん。これにしたらもう。はい。ほら、3種類。このブレードのついとるやつないやつと。重たて投げとれ。もうすぐやめた。ジョイクロもすぐやめた。ジョイクロそこ投げてます。最初だっけね。まあ、オイルフェンスまで来たらこれジョイクロかな、これ。いい動きだ。ジョイクロ。ジョインテッドクロ。はい。14パー。SGK。エイトトラップの練習しとかなあかんな。もし来た時のために。エイトトラップの練習。エイトトラップ、お、ええだな、これ。これ、初めてなくないな、これ。エイトトラップの練習。エイトトラップの練習。よし、エイトトラップの練習も今終わった。ちょっとジョインテッドクローの動きを。今これぶつけてみる。明らかに軽いで、これぐらいだったら別にそのベイトリールの何ていうのゴツやじゃなくてもいけるよ、多分。あんまりそうゴツなくて全然軽さ違うもん。前のやつも思ったって持たんかったでさ、なあ、ちょっとクランクベイトの大きいやつぐらいで、ほらだろう。じゃあほんでさ、これどうなの、 SG ってこれさ、こうじゃないんだよね。こうなんやね。そうそうそう、こうやってねじってこういうやつなんだな。あれ、その、持ってるデープスのやつもそういう動き？頭はまっすぐ？こうやってこうねじったみたいにこうやってくる？これだから本当で、早巻きしてると、平打ちするんだよ、本当にそれ。この、こういう風にひね、こうやって動くもんで。巻くだけでもなる。なるんやね。ほんで、こかってってさ、流れがあるじゃん。これでもなんか変にこうやって動いとるな。ああ。やっぱ高いだけあるな。え、そう、デープスなんていくら？か？楽勝やね。はは？
これ、これ2台重ねてもいいね。ああ、これ重ねてもいいね。こうやって見ると意外と楽だな。やっぱ2人だね。やっぱ1人と2人の違いか。ああ。全然楽だよね。もうついちゃったよ。もうついちゃったよ。今頃まだ。あ、ちょっと待ってよ。はい。へいこら、へいこらって背負っとるで。もうついちゃったよ。もうついちゃったよ、これ。もうついちゃったよ、おい。これは、漫画やな。